ジ万葉クラブの万葉ロータリークラブの皆さんです。失礼しました。静岡県、富山県、小矢部中ロータリークラブの皆さんです。問題だな。いつもこれ質問するだけでやもよ。でいつもこれ甘みあるね。でいつもこれ淡路で食べとるやつや。舞茸の年田君がキャラクターとして来てますが、ちなみに大会マスコットガールです。一つお付き合いをいただきたいというふうに思います。私たちは中ロータリークラブ、小矢部中ロータリークラブと申します。小矢部中、なんで小矢部中ロータリークラブと言いますと、ご説明をさせていただきます。はい、なぜ小矢部中ロータリークラブと、小矢部ですね、これがですね、昭和53年もう皆さんの意見が集中して椅子で行っちゃダメだと、これを小矢部駅にしようということで、ほぼ53年7月に議会も決まって小矢部駅に変えようとほぼ決まったところに、その8月にいすみ高校が甲子園を出場しました。ご存知ですか、いすみ高校。ご存知ないですね。それが昭和53年に8月に甲子園出たばっかりに小矢部駅に変える話が全部なくなりまして、いまだにいすみ高校というのがなっています。ちなみにその時のいすみ高校のコーチをしておりましたが、私でございます。二兄弟で頑張りましてということでございます。で、もう一度戻りますが、もう一度富山県戻りますが、すいませんね、早く終わります。もう一つ点々点、あ、点々点じゃないな、すいません、赤い線があります。北陸道が走っております、石川を結んで。それからこの間開通しました、この丸の支点から名古屋に向けて東海北陸道が貫通しました。それから小矢部から氷見に向かって能越道ができました。この3つがクロスするということで、市長が考えまして、クロスランドの街ということでクロスランドタワーを作りました。高さが118メートルあります。そういうタワーがあります。北陸道を走られた方はぜひ見えますので、ぜひ見ていただきたいと思います。118、これ映ったんです、前のページ映りました、ごめんなさいね。ということでクロスランドタワーあります、118メートルありますが、まあ東京タワー333には全然及びませんが、333に近い近くに山が稲葉山という山がありまして、そこは346メートルの山があります。で、そこに最近は牛がどうぞ、牛が来ます。牛来いその青葉町の稲葉山には牛をおります。どうぞ牛さんどうぞどうぞ、まあ、こっちだよ前見えますか。前見える。はい、すいませんね、時間かかります、すいませんね。で、稲葉山には牛がおりまして、最近はメルヘン牛で売り出しております。でもまだまだ今日の神戸牛にも勝てません、松坂牛にも勝てません、飛騨牛にも勝てませんが、今なんとかブランド商品賞と頑張っているのがメルヘン牛でございます。で、稲葉山の向かい側には、先ほど言いました石川県の県境には、これは皆さんお読みになれますでしょうか。栗からでございます。石川県と小矢部の境には栗から山がございます。栗から山には日本三大不動尊の栗から不動尊という、立派なお寺もございます。そしてその栗からでご存知の有名なのが、この源平合戦、ご存知でしょうか。源平合戦の剣とは、牛の角に松明をつけて山の上から平家を攻めたということで、ここにおりますが、このように牛の頭に松明をつけて攻めた戦
いが羽生の芸といいまして1100人を持っておりますので、その奇襲に気をつけていただきたい。でも野球はしませんので先生とお昼にやりますので、よろしくお願いしたいと思います。すいません、観光協会の会長であります旅館業です。ぜひお呼びいただきたい。滝野町という宿があります。泊まっていただきたいんですが、観光協会の会長がアピールしますので、最後でございます。もう少しお付き合いお願いします。どうぞ会長。はい、皆さんすいません、小矢部市の観光協会の会長の木曽義孝でございます。ぜひ、皆さんメルヘンと縄文と国川合戦の町小矢部市に、ぜひ皆さんでお越しください。よろしくお願いいたします。後ほどですね、バナーと交換で小矢部市のパンフレットも、お渡ししますので、また詳しいことはこちらへ見ていただいて、ぜひお越しになってください。そして明日ですね、高松にスタート。よろしくお願いします。ご覧の方が回っていただいてまして、第27回全国ロータリークラブ野球大会前夜祭を終了させていただきます。ありがとうございました。をいただきました。あの時にいた私、こんにちは赤ちゃん、あなたの笑顔、こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声、その小さな手、つぶらな瞳、はじめまして、私がママよ。忘れられない。